宮崎市の企業が感染症対策グッズを開発しました。主に住宅用の木材を販売している宮崎市の川上木材、こちらの会社が開発したのは、新型コロナ感染防止グッズとして開発したパスケースになります。宮崎市の NPO 法人と共同で開発した木製のパスケース、 ID カードを入れるほか名刺入れなどにも使えます。裏側の形状は刃型と荷型の2種類があり、ドアの開閉時に役立ちます。こちらでそのドアのノブを開けるわけですね。はい、刃がついてますけども、こちらを、レバー型をこちらですね、こう、こうはめて、引っ張っていいですか。引いてください、あ、開きました、簡単に開きましたね。ここにうまく引っかかって、直接触れることなくドアの開閉ができるというわけです。こちらのパスケースはどういう仕組みになってるんですか。はい、それが刃型になっておりまして、丸ノブを開けることができます。ほう、お願いします。上からちょっと押さえていただいて、なんで滑らないんですか。ちょっとクッションがついてますので、そこでガチッと押さえられます。アイデアですね。他にもこんな使い方が。これが導電性のゴムがついてるんですけれども、タッチパネルですとか直接触れることなく開くことができます。パスケースはレーザー加工機で国産の杉をカットして製造、主にインターネットを通じて販売しており、価格は2200円です。感染対策グッズの開発、今後は他にも何か木でコロナグッズができたらいいなと思っています。まだまだ感染拡大が続くと思いますけれども、木のものでその感染拡大防止になるものを作っていきたいなと思っています。収まる気配のない新型コロナウイルス、感染対策に関する製品は今後ますます増えていきそうです。